はい、こんにちは、Pです。フライゾン、クエストの、あれ国境地帯じゃないな。あ、そうだね、ブリッスル、ブリッスル、もうブリッスルパックはね、通行進行不可の状態まで、まあ一箇所洞窟だけなんですけど進めてきました。で、あとは優先クエストのね、この国境地帯、レンドを見つけるですね、に行こうと思います。はい、どこ、なんでここ出れる。トラベルの格好だから何もないか。何もないね。あ、ここあるか。未確認か。じゃあ、地層だね。はい。地層みたいです。ん？この辺？ん？ん？ん？あ、どこ？あ、これか。あ、間違えちゃった。ああ！ああ、ご飯ってあれ食べれるんだね、とって。なるほど。ビルダムのご飯をね、無料なんだね。さすが。ん？やめろ。やめろやめろ。なんだよ。あ、何これ、待って、待って。サポンのかこれ。マジか。待っていろ。どうにかしてみる。あ、行こう。行こうと思ったのに。どこ？どこにいるの？どこ？どこから来たの？何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 ？あ、見て。何あれ？何かあれだったね、今。HP のゲージがさ、何か変だったよね、今ね。あんたのおかげで助かった。トラップワイヤーは使えても、狩りとなると話は別だ。どっちに来な。ちゃんとお礼させてくれよ。あんた熟練の狩人か。あんたは一瞬でスクランジャーを倒したが、ヴァンガードは随分手間取ってたぜ。ヴァンガードがここにいたのか。ああ、ついさっきな。ブリスルバックをやって南へ行った。ところが、死骸をあさりにスクランジャーどもがご登場さ。しかも別のブリスルバックも現れた。冗談抜きで、ここはヤバいぜ。それでヴァンガードも南へ。多分な、谷に溢れ返った奴らを、ヴァンガードが一匹残らず掃除するんだってよ。なるほど。待ちな、赤毛さん。恐れの谷を旅するなら、トラップキャスターを持って行け。そこらのトラップキャスターじゃない。俺のオリジナル。タダでやるよ。作りはしっかりしているな。だろう？調整は一度も欠かしたことがないぜ。ここなら改造しやすい。チェーンスクレープじゃ。面倒も多くてよ。
チェーンスクレープで何かあったのか。誰かさんのせいでな。もしかしてウルバンドか。まだ俺があの町にいた頃、やつが俺の作品を気に入ってよ、安くしろってしつこく迫られて断り続けたら怒りを買ったようでな。証拠はないが、多分あの野郎が俺の作業場を燃やしたんだ。以来ヤツとは関わらないようにしてる。ケーブルカーの男から聞いたけど、ブリスルバックは昨日現れたんだって。ターンは元気か。昔はあいつと二人でよく問題起こしてよ。あの時なんか。ブリスルバックのことを教えてくれ。ターンの言う通り、あの機械が出たのは昨日からだ。ヴァンガードとあんたが助けに来てくれて、俺は本当についてたぜ。そろそろ行かないと。トラップキャスターをありがとう。ブリスルバックはあんたに任せて、俺は狩り場に向かうとするよ。トラップキャスターの腕試しができる。挑戦したかったら寄ってきな。ああ、用事が済んだら寄ってみるかも。エレンドは南に向かった。フォーカスで彼の足取りを追えるはずだ。もらったトラップキャスター。どこ？あ？目的地があれ？またここ？あ、足跡を探すってなってたのは何だ？どこだ？ん？この辺か？ん？どう？あ、これか。エレンドとヴァンガードのものかも。これだね。あ、オッケーオッケー。どうかもブリスルバックだらけだ。レンドが戦っているみたいだな。ん？あ、これ？あ、いた？ってこと？何した？あ、そうだそうだ。笑ってる。もう一匹やったな。どうだ？何のために鍛えてる？エレンド。このつまらぬパトロールじゃないぞ。このハンマーと戦いのためだ。アーロイ、エレノ、
私が。ブリスルバックは3の容器を背負ってる。3の矢で撃てば連鎖反応を引き起こせるはず。外れた。情けねえ姿見られたな。でもお前のおかげで私は楽ができた。怪我は？あばらはほっときゃ治る。大丈夫、平気だ。アーロイ、俺がボコられるのを見にここへ来たわけじゃないんだろ。どうしたんだ？会談を実現させたい。西に行くために私たちは導きの塔で脅威を退けたが、それで終わりじゃなかった。時間を稼いだだけ。まだやることがあるんだ。本当か？そりゃよかった。いやほら、なんだ、終わりじゃなかったって部分は良くないが、でも要するにお前の槍と俺のハンマーでまた暴れられるってことだろ。すぐにでも階段を開きたい。のんびりしてられないんだ。少し休めば平気さ。ただこれから私がやるべきことを考えると一人の方がいいんだ。一人ね。だろうな。エレンド、イチャついてるとこ悪いが俺も怪我してんだよ。ったく、カッカするな、今行く。ったく嫌になるぜ。俺は照度の光に行って手当てをするよ。会談を実現させるなら博学のフアディスって祭司を連れて行かなきゃならない。ああ、あったよ。ブリスルバッグを片付けたら照度の光へ行かせる。そこで会おう。今回は勝手に消えないんだな。なんだって？こりゃびっくり。気にするとはな。どういう意味だ？いや、いい、忘れてくれ。何でもない。そうは見えないぞ。じゃあ言うが、塔での戦いが終わった後お前は消えた。俺たちに何の挨拶もなしにな。みんなお前と血を流して戦ったってのに何にも言わず勝手に消えやがっただろう。そんなひどいやついるか。
ひどいやつ。お前が傷つくことより世界を救うことを優先しただけだ。世界を救う？そのために私は今もあがいている。急いでいて悪かったな。またそんな風に言われちゃうよ。またいらんこと言っちまった。エレンド、いい加減にしてくれ。行かないとない。一緒に行くよ、照度の光まで。ああ、いいって。お前にはやるべきことがあんだろ。俺たちなら大丈夫。ブリスルバックはほとんど倒した。これでみんな仕事に戻れる。ウルバンドに知らせてやる。話がまたこれも終わっちゃった。ウアディスにもな。まあ、向かいましょうじゃね。ん？え？誰と話を始められるかもしれないな。え？なんだっけ？ああ、またウルバンドと話すの？なんで？何かこの辺にあったよね。なかった？焚き火。違うな、狩り場。ないな。ウルバンドに笛を吹かせて、フワディスを連れ出そう。こんにちは。まだいたのですか。お前は執政官を評価していないようだな。小綺麗なローブを着た役人がどうにも気に入らないだけですよ。なぜ脅され、利用され、高潔、高潔？は、自分の手でここまで来た。そのハンマーは、それはカージャは何も、誰かが立ち上がる。お前がいかにもカージャがブリス契約ね。わしのではあります。カージャが利益を得るためにこの地で骨の折れる作業をわしらが求めている。そうか、それでお前の取り分は？当然、地域への貢献度に見合った分のみ受け取るつもりです。カージャの土地なら良識あるオセラムの民にスイス、はっ、執政官な、つまりを賛同者がいれば権限はあります。声がでかいよね。事実上の、そうし、わしのおかげで。チェーンスクレイプ、事実上の鉱山に投資し、今のチェーンスクレープがあるのは、ただ突っ立ってみん、とんでもない。わしが求めているのは当初ブリスルバックは片付けた。本当に？
さっさと気持ちを落ち着けて笛を吹くんだ。ことをせくことはないでしょう。まずは機械が本当に一掃されて谷が安全か確認しないと。一日もあれば済みますよ。あ、二日かな。ダメだ、今すぐ笛を吹け。罪のないオセラムの命がかかっているのです。ここは慎重に。お前が吹かないなら私がやる。さすがですな。聞け皆の者、メリディアンの救世主がお救いくださった。今度は何？ブリスルバックを倒したぞ。お前、何？笛を鳴らせ。チェーンスクリープも営業再開だ。本当か？やった。それと働けなかった分の手当はこのウルバンドが埋め合わせすると言ってる。よし、そうこなくっちゃね。いいぞ。おお。よっしゃ、やった。階段に行かなくてはならないので。まあそうだな。商人？どれ？これかな。やっと門も開いたし、店も使えるようになったはずだ。フアディスを照度の光に向かわせる前に店に行っていくか。それは防具だよね。これも上げとかないとなのかな。落ち。落ちか。いるんだろう。うん？そんで、いつ私のハンマー直すんですか。店を開けたばっかだし、注文もかかって。無理だよ。わからないな、あとどこ？これ作業台か。作業台と頑固と、これ何？僕はどうだ？あ、この人か。谷はもう安全だ。行くぞ。エレンドはどこなんです？隊長の動向がないのならば。ブリッスルバックは討伐した。隊長からの命令だ。みんな無事なのですか？怪我してるが無事だ。お前たちのことを待っている。ですが、予定だとあと3人は護衛がつくはずで。照度の光へ向かいます。エレンド隊長のご命令ですから、どうぞご勝手に。この吐き溜めに残れと？それはありえん。だったら行きましょう。ではまた後ほど。よし、これでようやく階段を開催できそうだな。マジ？無事に乗り切ればサイレンスの行方を終える。ハーデスもだ。階段？どこ？
あ、ここ来たね、とうとう。ここ門だよね、これね。おお。待って。また緑出てるんだけど。マジで。ダイヤのバックアップも見つかるかも。照度の光に直行してもいいし、恐れの谷で寄り道もありか。どこ？またクエストマークが出てる。なんだろう、緑って。緑。どこ？ん？あれ？エトラー。どう？赤毛さん。したい人いないの？誰か？あ、どう？やらない。飲み足りなかった？もう一杯ちょうだい。忙しいの？私も、もう何杯かやらなきゃ火事場に戻る気になれなさそう。悩みでもあるのか？まあ、別に仕事が再開してからは順調。でもね、ウルバンドが未だに利権協定のことで火花散らしてて。そのナイフを置きな！じゃなきゃ私がみっちり後悔させてやるよ。とにかく、今は落葉の砦からの難民のことが心配。こんなとこまで来て、また辛い思いなんて。シャドウカージャの難民？なぜ恐れの谷に？住む場所を探してるんでしょ。南西にある古い山道で野営してるよ。これがまた厄介でね。先週ストームバードが崖に落ちてね、トーランドクリーンブローカーが部品回収に目を光らせてるの。でも難民が入り口を塞いでて、太陽の儀式を邪魔するなとか、黄昏の道なのだとか言ってね。黄昏の道？初耳だ。だろうね。あのシャドウカージャの難民は変わり種なんでしょう。ま、平和的な人たちだけど。でもトーランドのことだから、回収するためなら何だってやりかねない。山道に行って他の場所で野営するよう説得してくれない？あれ？もう大体聞いてるね。シャドウカージャの難民について他には？まずシャドウカージャって名前は使っていない。もう今はね、信仰の太陽信奉集団ってとこ。どんな太陽を崇めてるか知らないけど、平和な人たちよ。定住地とお祈りを捧げる場所、あと飢えない程度の食料だけを求めてる。山道のそばで野営して、ストームバードの死骸への道を塞ぎ、一体何を待っているんだ？さっぱり。でも思うのよね、ストームバードの心臓を取ればきっと高く売れるのにってね。先にたどり着けば法律的には彼らに。トーランドクリーンブローカーなら平気で法を破ってきそうだけど。あっちに行くことがあれば難民と話して移動するよう言ってみるよ。それは助かるわ。ただでさえ辛い思いをしているでしょうし。トーランドはまだチェーンスクレープにいるかも。まずは話を。これもクエストなんだ。これはまだできないでしょ。これはできるんだな。メインクエストが階段でしょ。え、今どこ？これかな。あ、トーランドの話は2位なんだね。でっか。どこ？これか。これ何もないんだね。ここしかないのか。ないのか。よし、じゃあその正確な調査って。あれ？防具は、あれ、これあげたっけ？あ、キスロット、あ、何かあるかも。近接体制。武器は？ん？持ってないみたい。そりゃそら。あ、なんだろう。もう一個あったの、何か。何？コイル？あ、ダメージ系なの。
き出すんだ。陽光とか、こっちの場所とか、採掘した場所だと。ファストトラベルの。結構来るね。この先だよね。ここか。おい、そこのお前、助けないのか？そんな義理はねえ。これはデーブレイクの見張り屋としてないんだ。誰かいる？ん？保管庫に入れて後で使おう。ここに誰かいる？誰？怪我はひどいのか。
静かに。心配いらない。みんな無事か？怪我はしても死んではいません。皆にはまだ明日への希望があります。本当にそうか。ノラよ、苦難には慣れています。皆身一つで三王国をさすらってきたのですよ。我らの祭司がお戻りになれば道は開けるでしょう。今は松の実。他の場所で待った方がいい。ここは野ざらしだ。東に少し行けば町が。ジェーンスクレイプ、そうでしょ、存じています。サボハールが我らにはそぐわぬ場所だと。誰？我らの祭司。あの方の導きのおかげでここまで来られたのですよ。それでサボハールはどこなんだ？3日前瞑想のため塔へ向かいました。太陽が新たな土地を指し示すまでは戻られません。落ちたストームバードは典型だと祭司はおっしゃられました。なるほど。それでいつまで待つつもりなんだ？戻られるまで。戻ってきます、必ず。チェーンスクレープのトーランドというオセラ。ええ、昨日ここに来ました。あらゆる脅し文句を浴びせられましたが。結構なことだが、奴は一人じゃない。いずれ仲間を引き連れて現れる。サボハールは成し遂げる。いつだってそう。もう少し待てばきっと。ロカーシャ、もう時間がない。今すぐ荷物をまとめて。祭司は見捨てません。そして瞑想の邪魔立てもさせませんよ。奴らはその気だぞ。その祭司のサボハールはもう3日も戻っていないのか？瞑想は時間がかかるものです。何日も続けるのか？そんな話聞いたことない。ただここまでかかることは稀です。それでも必ずや我らを導いてくれる。これまでのように。そうか。でも住まいを見つけるのが先決じゃないか。さっきだって機械にやられる寸前だっただろう。ここは危ない。早くサボハールを連れて。確かに最悪な状況に置かれています。ここを離れるべきでしょうが、サボハールの導きなしでは。私が上に行ってここを離れるよう彼を説得してみるよ。ですが瞑想は典型を得られるまでは従わぬでしょう。とにかく様子を見てくる。何日も戻ってないんだろう。確かにそれが賢明ですね。どうかお気をつけて。塔への道は崩落寸前ゆえ、屈強なサボハールにとっても険しい道のりだったはず。いつものことだ。ノラを通しなさい。はい。え、あれ？見に行ってくるってことだね。でもこの人さっき話した人だよね。ねえ。どこ？どこ？え？どこ？この辺に行ってみるか。この人ここにいるんだろう。不思議な感じだね。はい、今回ここまでにします。じゃあまたです。バイバイ。